はい、というわけでですね、今日もね、始めていきたいと思うんですけれども、今日はですね、テーマとしてはね、指導者の言葉についてやろうかなと思っております。指導者の言葉、皆さん印象に残ったものはありますかというところで、ツイッターの方でね、ハッシュタグメカちゃんをつけて、これまで印象に残った指導者からの言葉、すっげえムカついた言葉とか、めっちゃ面白かったとか、これ言われて飛び上がるほど嬉しかったとか、そういう言葉をね、ツイートしてくれたら嬉しいなと思っていますので、ぜひツイートしてみてください。また後でね、メカちゃん、ハッシュタグメカちゃんで取り上げて、最も印象に残った人、インパルプレゼンツの何かしらを差し上げます。何かしらなんですよね。僕も知らないんですよ。何を差し上げるかは。ちょっと暗いね。というわけでですね、今日も始めていきたいと思うんですけど、ゲストのですね、向こう側女子の松木くんがですね、ちょっとがあったらしくて遅れるとのことだったんで、何か話をしなきゃなと思ってるんです、オープニングトークとして。で、最近さ、僕、あれなんですよ、ラジオとか聞くの好きで、ラジオクラウドとかあるじゃないですか。で、まあね、これも YouTube で配信してるんですけど、YouTube とかでも、オールナイトニッポンとか、文化放送とかいろいろ、ね、ポッドキャスターとかもあるし、ラジオ聞けるんですよ。で、そこでのパーソナリティのオープニングトークが面白すぎて、もうそれがね、ああ、この人たち本当喋りのプロだなと思いながら聞いてるんです。で、最近一番面白いのはね、一番面白いというか、まあ、昔から聞いてるんですけど、安住紳一郎、日曜天国っていうのがあるんですよ。それがね、オープニングトークが面白くて、安住さんで、ね、面白いんですよ。だからね、皆さんね、日曜日の朝10時かな、やってるんで、ぜひ聞いてみてください。安住紳一郎の日曜天国っていうのがね、面白いんですよ。っていう話なんですけど。で、今日僕、日曜日で、昨日試合だったんです。で、勝ったんですけど、うち本。で、昨日ちょっと寝るの遅くて、で、朝起きたの。お腹空いて朝起きたんですよ。お腹空いて朝起きて、あーなんか食べなきゃなと思って食べて、二度寝したんですね。で、もう二度寝が最近の至福の時だから、本当に。で、二度寝して、二度寝で見た夢がさ、ちょっと聞いてくださいよ、本当に。僕が勉強してたかなんかなんですよ。で、なんか、机のテーブルにこうやって座ってたら、なんか、中学生ぐらいの子が歩いてきて、アイスのカップあるじゃないですか、アイスのカップ。アイスのカップをパッて外して、僕の膝の上に置くわけ、ゴミとして。で、行ったわけ、向こうに。このゴミ取って、T シャツ掴んで、おい、って、まぶざけんな、って。で、ゴミ返したんです。そしたら、こと言われて、僕警察ですよ、みたいな。はぁみたいな。俺全然警察じゃねえじゃねえかとか思いながら、僕警察ですよって言った。いいんですか？ビデオ撮ってますからね。みたいなこと言ってるんですよ。マジ殺そうかなと思って。ぶっ通そうかなと思ったんですけど、やべえな、撮られてるんだったら、僕、なんて言うんだろう。正当防衛っていうか、全然、法に触れることはしてないと思うんですけど、問題になったら、嫌だなと思って、ハンドボール選手、警察官に暴行、現行犯逮捕とか、ヤフーニュースに載ったらどうしようと思って、さっき目覚めました。まあ、どうでもいいですね。どうでもいい。なんかね、二度寝ってすごく、最近の二度寝ってすごく、まあ、気持ちいいんですけど、見る夢が全然気持ちよくないんですよね。二度寝の夢。どなたかね、二度寝の夢でね、スカッと、起きて、もうなんか起きた瞬間、スーパーハッピーになるような夢の見方知ってる人いたら、ぜひ教えてほしいって思ってるんですけど、誰かそういうの知りませんかね。っていうところで、夢の話でした。
そうそうそう。今までのメカルちゃんなんですけど、メカルチャンネルっていうチャンネルを YouTube で別に持ってたんですね、僕。オレンジの元字に M って書いた、メカルアツシっていうのを M をちょっとスタイリッシュにしたロゴを貼り付けてるやつが、なぜかアカウント停止になっちゃったんですよ。アカウント停止。知らないんです、なぜか。著作権違反とか、そんな、ポルノとかなんとかっていう、なんとかポリシーとかいうにも反してないけど、いきなりアカウント停止になって、ちょっと Google で調べたら、よくあることらしいんです。なんか知らないけど。申し立てはしてるんですけど、復活せず。となるとですね、これまでのメカちゃんがなんか消えちゃうんですよね。今これをやってるメカちゃんは僕個人のアカウントで、個人のアカウントで、全部個人のアカウントなんですけど。で、自分の動画とかも載せてるチャンネルなんです。どっちでやろうが関係ないんですけど、メカルチャンネルはメカルチャンネルであそこにまとめておきたいなってのがあったから、さてどうしたものかなっていう。それでね、ご心配いただいて、メカルさんのメカ、あの YouTube チャンネル見れなくなってますよっていうご連絡をね、だからお受けしたんですけど、これが見れてるうちは、大丈夫です。はい。ということで、始めていきたいんですけど、皆さんの中でね、指導者のに言われて一番、なんだっけ、一番テンションが上がったこととか、一番ムカついた言葉を今募集してるんですけど、僕も、まあ僕の話をしても面白くないと思うんですけど、面白いのかな？まあいいや。あれなんです。小学校の頃野球やってたんですよね、僕。で、僕4月3日生まれだから、もともと携帯で意味大きいんですよ。大きい人だったんです。でも、小学校4年生の時ぐらいから野球を始めて、最初はね、ボールの握り方もわかんないの。野球ってこうやって握るじゃんね。2本指引っ掛けて、あとボール掴んで投げるんだけど、最初こうやってもうわしづかみにして、とりあえずピッチャーやれみたいな、大きいから。で、ピッチャーガンガンガンで投げてたの。まあ、どうやってボール持ってたの？こうやって持つんだよっていうところから習って、バットの持ち方とかも習ってやってたんです。そしたら、まあいいんですけど、当時の監督に、アッシーっつって、お前みたいなやつなんていうか知ってるかっつって、ウドの大木って言うんだよ、はぁって笑われて。で、当時はね、ウドの大木とかわかんないじゃん。何それみたいな。結局、まあ、ウドの大木っつって、よくね、でっかくて使えないやつの形容する言葉なんですけど、まあ、そういうことを言われて、なーっていう感じだったんですよね。やっぱね、うまくいかなかったです。この指導者とは。言ってみれば。例えば、バッティング練習するじゃないですか。じゃあ、三本ヒット打ったら、みたいな。その監督がボール投げて、僕らが打ち返すっていうことをやるんですよ。で、誰かが1000もらえるのに、僕が3本打ったら50円しかもらえないとかね。すっごいもう圧倒的な差別を受けてました、チーム内で。ムカついてたんでしょうね。なんか、昔からこんな人間だから、物言うし。だから、なんかやっぱり指導者に出会うっていうのは大事だなと思いました。そう、指導者なんですよね、やっぱり。で、まあ、もう昔話とかしてるとあれなんですけど、なんだっけ。僕がハンドボールを決めたきっかけっていうのが、3週間後の未来予想図があるっていう、ですよね。僕がハンドボールをするきっかけになったときに、その今、あがりえ大輝、あがりえ優斗のお父さんだけど、あがりえさんに言われたのがそれだったんです。で、チームを見てるときに、僕の頭の中にはいつも3週間後の未来予想図があるんだって言われて、で、3週間後、僕はこんなチームにしていたい。こういう選手にしてあげたい。だから僕は今、この目の前の練習に手を抜けないんだ。なぜならば、
今手を抜いてしまうと3週間後自分の思い描く未来にはなれないからだって言われて、あ、それまでね、あの、なんだっけ、それまでなんていう、本格的な指導者らしい指導者に出会ってなかったメカルとしては、まあ衝撃を受けて、それで、あ、ハンドボールやってみようかなって思ったんですよね。そうそうそう。そういう感じでね、あ、いろいろあるんですよ。やっぱ、なんていうか、自分が言葉好きだから、なんか、言葉って結構覚えてるんですよね。なんか本当に、2000年、今2017年でしょ。2000年に NTS が始まったんですよ。NTS 始まった時に、その時のトップが、NTS を作ったのは今の専務理事、副会長のガモさんなのね。で、ガモさんが来て挨拶するときに、言葉が、NTS、ナショナルトレーニングシステム、一貫指導をやるんだと。あの、学ぶことをやめたら教えることを、ね、学ぶことをやめると教えることもやめなければいけないみたいなことを、パッて言ったんですよ、ガモさんが。だから、ああ、そうなんだと思って。それで結構、ガモさんがそういう話をして。で、一流の選手は一流の人間なんだって言って。今なんか、橋本聖子議員、JOC の副会長かなんか、やってる方も、ナショナルトレーニングセンターに掲げられてるんですよ。人間力なくして競技力向上なし。人間力の向上なくして競技力向上なしみたいな感じで書かれてるんですよ、ずっと。まあ、昔からそうですよねっていう感じ。だから人間力、まあ一流の人間になって、一流の選手っていうのは一流人間になっていくのかなっていうこともあるし。で、大岡学園の井上先生っているじゃないですか。大岡学園がもう50何回全国制覇してるんだけど、で、ずっと大岡学園の監督されているこの井上先生は、やっぱ強くすることで一流の人間になっていくんだとは言ってましたね。強くなっていくことで、経験することが多くなると。で、出会う人が全然違ってくると。普通の女子高生が、絶対会えないような、例えば市長表敬とか、県庁訪問とか、そういうところに行って、そういう人たちに会う、いろんな人たちに会うことで、やっぱり一流の人間になっていくんだっていうことを言ってて、あ、そうだなと思って、そういうふうに相乗効果ではないけど、そんな感じで、一流の選手は一流人間に作られていくんだなっていう感じはしました。だから、まあ、その、言葉っていうのは、結構大事なんですよね。なんて言うんだろう。端的にそれを表現してる部分っていうのが大きい。そこに戻ることができるっていうかさ。例えば、まあ、稲高校の、今、藤代指数だけど、滝川先生なんかは、なんだっけ、苦しい時こそ頑張れ、みたいな。もうこれがもう稲高校の時からずっと言ってて、その卒業生とかはもうみんなそうなんだよね。頭の選手の中に頭のインプットされてるんであれば、本当に苦しい時に頑張るかもしれないし、難攻でやったことないから、指数でもやったことないからさ。わかんないんだけど、そうなるかもしれないんですよね。だから、やっぱり、発するタイミングとか、発する人とかのバックグラウンドももちろん大事なんですけれども、やっぱり大きな力があるなっていうところをね、感じてるんですよね。まあもうこの話してたら、すっごいキリがないんです。なんか、いろんな人に、この人にこんなこと言われたとか、あの人にこんなこと言われたとか、言われて面白いんですけど、なんだっけ、ね。まあ、一つ話をすると、僕の高校の時のあの恩師の荒垣健先生って人がいるんです。で、健先生から教わったことたくさんあるんですけど、すごいシンプルなんですよ。シンプル。メカルーチでね、メカルーシュートはね、バックスイングって言ってね、バックスイングって言うんですよ、バックスイングって言って。で、走り込んで叩きつけるって言うんですよ。走り込んで叩きつけるっていう。で、走り込んで叩きつけるようなシュートを打てるっても常々言われてるんですよ。で、あ、はいはいはい、
わかるじゃないですか。今となっては走り込んで叩きつけるバックスイング大事ですよ。叩きつける意味としては目は横についてるから縦の変化に弱い。だから高低差を持ったシュートを打った方がキーパーの反応は遅れます。だからしっかり上から角度を持って叩きつけた方が反応は遅いからシュートが入る確率は高いんです。今となって後から理論付けをするとね、今考えればそうなんです。でもね、ケン先生がその時に言ったらね、メガルーっつって、あっつって、叩きつけてバウンドするでしょ、バウンドしたらどこに行くかわからんでしょ、キーパーも取れないでしょ、だから叩きつけるって言うんですよね。いやとか思ったんだけどね、その時は。まあでも、不正犯もしたことのない監督ですから、まあ叩きつける、上から叩きつけるっていうことがね、10番ね、その時習ったんですけどね。はい、という感じで、僕の話してもしょうがないんですけど、ついこの間、先週かな、先週、岐阜の高校の女子のチームを見てる方から連絡があってですね、Facebook で。なんか、どなたなんだろうと思って。共通の友人もいないんですよ。なんでメカルに連絡来るんだろうと思ったら、いや、メカルさんのハッピーハンドボールを見ましたと。あ、YouTube 動画か。YouTube 動画を見ましたと。で、こうで、ありがとうございます。指導に生かしていきたいです。みたいなことを言ったら、まあ僕も、ああ、そうなんですね。ありがとうございます。と言って、指導者向けに映像教材を出してます。ぜひそちらをご覧ください。ということで、ハッピーハンドボールの宣伝もしたんです。そしたら、もうすぐ購入してくださったらしくて。で、その感想をね、載せてくれたんですよ。Facebook に。で、それをまた今日のブログに転載したんですけど、そこで、この先生がおっしゃってたことは、言葉の定義を整えるっていうところで、言葉ってあるじゃないですか。だけど、その定義があやふやだと、やっぱり、ちょっと待ってください。これ入れんわ。松木に言ってたんですけどね、松木がゲストで入るはずなんですけど、松木に URL 送るの忘れてました。このメカちゃん入りたい人、いつでも言ってくださいね。あれします。URL 送るんで、すぐ入れると思います。ごめんなさい。で、言葉の定義を考えるって言ってて、で、定義、まあ、自分の中で、だろうって、考えることが大事なんですよ。例えば、今からつけよ、お前。まあいいや。で、大事であって言葉の定義を考えるって。ちゃんとって何とか。真面目にやれるの真面目って何とか。なんとね、真面目と真剣と本気とマジは何が違うのとか。っていうところの定義を考えるって、すごく大事だと思うんですよ。僕はね。いつも昔学生時代から言ってたんですよ、これ。怒ると叱ると切れるは違う。何が違うのかが分かってないと、自分の中で今怒ったんだ、今切れたんだ、今叱ったんだっていうところに振り返れないから、違うっていう話を、寮のお風呂で、当時1年生の久保祐希とか、今大道のキーパーの久保ちゃんとかに、ひたたか言ってたんですよ、1時間くらいかけて。久保ちゃん、つって。怒ると叱ると切れるの違いわかるんですって。もう大学4年生の時からこんな話ばっかりしたんですよ。もうね、後輩は辛かったと思いますよ。まあいいけどね。で、怒ると叱ると切れるの違いっていうのは、結局主体が誰かって話で、怒るってのは主語が私なんですよ。主語が私っていうか、目的の感情なんですよ、ただただ。お母さんが怒るなんですよ。僕が誰々を怒るんですよ。だから、僕の感情であって、
でも叱るっていうのは必ず目的語っていうか対象がいないといけないんですよ。誰々を叱るっていう。だから、主体が誰々をなんですよね。他動詞っていうんですか。自動詞と他動詞っていうんですか。だから、怒ると叱るっていうのは明らかに違うんですよ。考えてるのが自分中心なのか相手中心なのかなんです。だから、怒ると叱るっていうのは明確に違ってて、自分の感情で物を言うときは怒ってるし、相手の立場に立って相手の何かを改善するとか修正するとか向上させるとかなんとかっていうときは、やっぱ叱るになるんですよね。いや、それはちょっと違うんじゃないか。言うとかね。あと、切れるってのは、切れるってのはあれなんですよ。もう言葉を失う状態なんですよ。バーンって切れる。説明できない。今の状況を。きたせえ、なんでだよって言って、切れちゃうとか。うっせばばーって言って、切れちゃうとか。この自分の感情とかを状況説明できない。だから、たまにいるじゃないですか。指導者でも切れる人とか、いるじゃないですか。なんで守らないんだって言って殴るでしょ。今殴ってるのかわかんないけど。お前はって殴るでしょ。いやいや、そうじゃなくて、シュートはみんな決めたいんですよ。でも、そのシュートを決める術を、プロとして持っていないから、言葉を失って殴るんですよ。だから、怒ると叱ると切れるっていうのはね、明確に違うんですよね。で、言葉を失うんですよ、指導者も。で、まあそういう指導者もいますよね。結構殴る指導者って、そんな感じかなって気がします。でも、111から10まで言いながら殴る人いるでしょ。だからお前は部屋も汚くて、こんな挨拶もできなくて、だからプレーができないんだ、バカ野郎、バカ野郎、バカ野郎って言って40メーター殴り続けるとか、お前はそこに気持ちが入ってないんだとかさ、何を考えてそこで打ってるんだとか、なんか、そんな感じで言いながらさ、殴る人もいるわけじゃん。そういうのってさ、結局、人格否定とか、過去の話を持ち出してくるっていうのは、今現在の技術論に対しての言葉を持ってないんですよ。例えば、ワンマン速攻行ってノーマークシュート外しましたと。が、わからない。選手も一生懸命打ってる。最善を尽くしてやってるとは思うんだけど、監督もなんでそこで外すんだ、あの大事なところでって言って、終わり。で、精神的にお前はだからそうなんだよって言っちゃう。だろ、授業中も寝てるだろ、先生に対する言葉遣いも悪いだろ。で、そこから技術論に持っていくのと、技術論から精神論に持っていくのはやっぱ違うんですよ。違うんですよ。これがね、何日か前に書いたブログの加算式と、加減乗除の考え方、足し算、引き算、割り算、掛け算の考え方だとは思うんですけれども、そこがね、やっぱちょっと違うんですよね。技術論を言わないといけないから。原則とかさ、コツとかさ、そういうことを教えて、こうなってこうなってこうなって、そこに気づくためには、この前にキーパー見なきゃいけないだろうとか、その気づきってのはどこで生まれるんだって言ったら、日常生活の方が広いかもしれないし、授業中寝ないで、頑張ることかもしれないし、わかんないんだけど、気が話を持っていくことができればまだいいんですけどね。まだいいんです。そうやって言葉を失う状態ってどうしてもあるんですよね。指導者の中でも。だから、指導者はやっぱ言葉をたくさん持っておくべきです。言葉をたくさん持っておくべき。技術指導においてもそうだし、モチベート、人を持つだし、いろんなことがあるから、やっぱり言語っていうのは大事なんですよ。言語大事で、我々日本人が日本人同士でやってるんであれば、やっぱ日本語を使わなきゃいけないし、難しいですよね。でも今回、世界選手権とかカルロスとかやってたけど、カルロスも端的にね、お互い母国語じゃない言語を使って英語とかでコミュニケーションを取るって、端的に分かりやすく言ってくれるし、カルロスもカルロスで奮起するような言葉って何なんだ。
スペイン語ではゴーゴーゴーみたいな、行くぞ行くぞ行くぞみたいな感じのバモスバモスバモスとか言うんだけど、なんかこう日本人の心にスイッチが入るような言葉はないのかって言って、もうここぞここぞっていうところに、はあ、はあ、ばあ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 、ヤマト魂って言ったんですよね。ここって時に取っておいたと思うんですよ、カルロスが。ヤマト魂、ヤマト魂取ったと思うんだけど、ちょっとみんなね、そこでヤマト魂が出るとは思ってなかったからね、びっくりしてましたよね。そんな感じで、指導者っていうのはやっぱ言葉を持つべきなんですよ。で、そう、ごめんなさいね、話があっち行ったりこっち行ったりしてるんだけど、言葉の定義、言葉を整えるっていうことで言ったんですよ。で、僕もいつも言ってるんですね。その、僕が発してる言葉の意味とか、定義とか求めることを先に子供たちに教え、落とし込んでいた方が楽ですよ。例えば、ディフェンス一つ、ディフェンスここ守れっていう時に、僕は準備って言うんですよ。準備って。で、準備ってどういうことかっていうのは、まあ、指導者一人一人違うじゃないですか。っていうのは。でも、トレーニングの中で落とし込んでおくんですよ、準備。準備ってのは、構える。パワーポジションで構える。手を上げる。引き受ける。声を出す。首を振る。止まらない、足を動かす、みたいな。準備っていう一言で、それを落とし込んでると、準備って言った時に、パッて手が上がるんですよ。僕が小学生の指導とかしてた時もそうなんですけど、最初は1から10まで言ってました。小学生だから。ディフェンスは、もう、教えなかったんです、僕全然。ディフェンスは、手を上げて、勇気を持って、前に行きなさいって。これを試合中ずっと言ってました。手を挙げて、勇気を持って、前に行きなさいって。行ってってずっと言ってたんですよ。でもトレーニングの中で、で、これが準備だって教えたんですよ。こうやって、手を挙げて準備して構えてごらんって。で、これで当たりに行くんだよ。って言った時に、試合中に準備って言ったら、パッと手が上がるようになった。だから、パッと手が上がるようになった。そしたら、次は、選手たちが、その言葉を先取りして、準備って言うようになった。準備って言って。そしたら、チーム全体がパッて手が上がるようになった。で、例えばバックチェック。攻撃からディフェンスに戻ってきた時の、時に、僕は、戻ったら何をするの？戻ったら何をするんだっつって、そしたら選手の中で準備って言って、ぶっぱって手が上がるんですよ。まあ、そういう感じで、言葉の定義を一つ落とし込んでおくと、楽っていうか、わかりやすいんですよね。例えば、閲覧者数が20人ぐらいなんですけど、前を攻めるっていう定義を作ってあげないと、前を攻めるってどういうことかっていう、ことになるんですよ。前を攻めなさいって言うじゃないですか。シュート狙えとか、前を攻めろって言うんですよ。だけど、何をもって前を攻めるなのか、何をもってシュート狙うなのかっていうのを、選手が分かってないと、ただボール持って9メートルぐらいまで行って、この人を横にパスしてっていうのの繰り返しになっちゃうんですよね。特に初級者において言えば。だから、その時は、これもハッピーハンドボール2で定義っていうか言ったんですよ。いや、前を攻める、前を抑えるっていうことは、どういうことかって言ったら、あと一歩行ったら、シュートが内に行けって言ったんです。だから、前を攻めるって言って、いくらこうやってシュートモーションやっても、15メーターでこんなことやっても、ディフェンスで何の変化も起きないじゃないですか。何の変動も起きない。でもそれが 9.9 メートルから 9.5 メートルでパッてやったら、なんでかって言ったら、
あと一歩行ったらシュート打たれちゃうね、そこで。で、それが前を攻めるな。その距離感にしても、動作においても。で、あと一歩行ったらシュートが打てる位置に行くことと、目の前のディフェンスに影響を与えることって言ったんです。もっと言えば、目の前のディフェンスとその隣まで影響を及ぼすことが、前を攻めるなんだって言った。例えば、10メートルとか9メートルで、うってやってシュートモーションやってもディフェンスが動かない。それは前を攻めてることにならない。もう一歩行けと。もう一歩行ったらディフェンスが動くと。その動いたところのスペースができるから、それが前を攻めることなんだということで、そうやって定義をしてあげると、なんかパレードが始まった。いや。そうやって定義をしてあげると、前攻めてましたかって、こちらから問いかけることができるんですよ。選手に、今前攻めたんですって。動いた？いや、そこでシュート打てるの？あと一歩行ったら。っていうので、やっぱり、共通認識ができるんですよね。このチームの中のコンセンサスが図られるというか。だから、やっぱりいいなと思う。で、この世界選手権でもそうなんですけど、フランスと試合した時なんかも、カラバティッチがボール持ったら、ボール持ってね、全然攻めないんですよ。プッてパスしたら、ディフェンス寄るんですよ。なんでかって言ったら、あの選手がこの位置に来たらもう超危険だっていうのが分かってるから、ディフェンス寄っちゃうんですよ。もうそれ前攻めてますよね。全然シュートモーションじゃないよ。プッてやってるだけ。プッてやってるだけなんだけど、ディフェンス寄るんですよ。それが前を攻めるってことなんですよ。ああ、だから人によって違いますよ。そのディフェンス形態にもよるし、自分と相手の力関係にもよるし、その前を攻めるっていうその定義をしてあげればいいかなーっていう感じなんですよね。だから指導者の人はね、それが絶対じゃないし、これどこの論文にも書いてない。ただ僕が言ってるだけで、IF が何とかって言ってるわけでもないし、もっといい表現があるのかもしれないんだけど、そうやって、中での定義とか言葉を整理してあげるといいかなと思うんですよね。例えば走り込めとかさ。走り込むってどこに走り込むんだよっていうのがあるし、どうやって走り込むんだよっていうのがあるし、いつ走り込むんだよっていうのがあるじゃないですか。で、その中でもいつそれを発見するのかとか、その走り込むタイミングでフェイントはどうするのかとか、もういろんな走り込みがあるんですよ。それも考えておかなきゃいけない。だから自分のマークを外してボールをもらえ、マーク外してボールもらえって、どうやってボールを、マークを外さなきゃいけないんだとか、その時にどこ見てるんだとか、ディフェンスの目線を見てるのか、足見てるのか、キーパー見てるのか、ボール見てるのか、仲間見てるのかっていうところ、なんですよね。そこがね、トレーニングの中で落とし込めてたらいいですよね。今日ね、ゲストで松木くんが来るはずなんですけど、来ないですね。もう終わろうかな。まあいいや。ここで、ツイッターで流れてきた、ツイッターで皆さんがお寄せくださった、あれを紹介しようかなと思う。結構ありますね。お前だって言われたって。味方が不正交代で指名退場に選ばれた時に、お前だって言われて、あ、俺っていらないのねって感じましたっていうのとか、
無茶をするな、無理をしろ。後先考えずにやたらめったら無謀に頑張るのが無茶をするってことで、自分の能力を考えた上で限界を超えるよう頑張るのが無理をする。ただ一言に頑張ると言ってもやり方次第で結果は異なるという意味かなと勝手に自己解釈してます、言ってますね、カビリーは。で、緑さんからは、いや、あんまり良くない思い出としては調子に乗るなんて言われたことで、良かった思い出がよくやったですって。一指導者としては常に洗練されたコメントが言えるようになりたいと思っています、来てますね。で、誠さんからは、センスは磨かなければ光らないけど、お前のようにセンスがなければ磨くことすらできないって言われました、笑いって。ちょっと自慢入ってますね、これいや、冗談ですよ、冗談ですよ。その通りです、その通りです。ですね、あとは、みどりさん、クリスマスプレゼントなんですけど、すいません、遅くなって、もうすぐだと思います。この間連絡しました、インパルには。僕、世界選手権の時は何もやってなかったんで、帰ってきてから連絡したんで、届くと思います。すいません。あと、あれが俺の期待だ。これは息子が監督に試合後に言ってもらえた言葉。ずっとこだわって教えていただいたプレーを初めてできた時の言葉って言ってますね。あと、高校時代はランニングについていけないと往復ビンタでした。考えられないですね。考えられない、今だったら。僕の時代でも考えられないです。実業団時代はシュート取れなくて監督に出てこいって出されてベンチに戻ろうとしたら後ろから飛び蹴り食らいましたって。これ誰に飛び蹴り食らったんだろう。ベンチに帰ってきて、すんなり帰ってきたキーパーに後ろから飛び蹴り食らったのかな。コートの中で誰かに飛び蹴り食らったのかな。みどりさんの時大変でしたね、実業団も。まあ昔はね、実業団もね、バッチバチのボッコボコにやりながらやってたりしましたからね、男女ともに。はい。ハンドボールをしていれば地球のどこかで会えるよって、息子が恩師と会うハンドボーラーが県外行ってしまうときに落ち込む息子に言ってくれた言葉って、これ鍋島さんなんですけど、あれですね、多分クッシーですね、これは。鍋島さんはクッシー福井で、串田さん、今見えばヴァイオレットアイリスの監督、串田さんと、あれだったんで、お子さんが、ハンドボールを教わってたんで、かなり強い影響を受けてるんですよね。その関係で三重にも来てくれたんですよね。宇宙一のプレーをしようと。ハンドボールを始めたばかりの息子に言ってくれたことが。あの勇気が世界でプレーするのに一番。っていう。これはあの勇気が世界でプレーするのに一番。挑戦のない練習ならやめてしまえ。挑戦がなければ成功もなく成長もない。中学の先生が練習中、失敗を怖がって挑戦しない選手たちにおっしゃっていましたっていう感じですね。あとは、なんでこれ画像で送ってきたんだろう。あ、文章が多かったのか。私は体操しているんですが、高校1年の時に明らかにおかしい審判をされて、インターハイも国体もメンバーから外されました。その時にもう辞めるとクラブの先生に行った時に自分に思うようにしろと言われ、数日考えてもう一度頑張ろうと思うと言いに行った時に先生は帰ってきてくれると信じたよと言われたことです。そこからはそのクラブの先生の恩返しを常々考えながら先生と共に頑張ることができました。あ、そうなんですよね。指導者に言われてやっぱり一番嬉しいってさ、あなたを信じてるってことですよね、やっぱり。めっちゃ思うんですけど、僕。信じてるっていう。特に女の子なんかは、見てあげるっていうのが大事なので、見てあげてるっていうのが非常に大事なんですよね。お疲れ様です。松木さん、お久しぶりです。
あ、久しぶりです。一人でやってたの？回してたの。40分ぐらいずっと喋ってたの。すいませんね。ちょっと、すいません。あと見て、メカの一人トーク。あとで一人トーク見て。っていうかさ、自分何歳？本当に。え？セーターみたいなのおかしいよ。それ、絶対おかしいよ。年相応じゃないよ、それ。そう？ちょっと待ってじゃん。これちょっとは、その白いセーターもう中尾明みたいになっちゃってる。何歳？本当に。まだ 30？ え？あんたと同じ年ですよ。これでどう？こっちの方があれだわ。まあ、どっちでもいいんだけど。いやー、今、あの、指導者に、指導者から言われて嬉しかったこと、ムカついたこととかの言葉を紹介してました、メカちゃんの。そうなんですよね。でね、ちょっとしたら監督に後ろから飛び切りされましたって、西さん、これ、シャト時代ですよ、ね。信じて後ろから蹴られたらさ、もう今となったらもう、なんていうの？本当に。もうね、ハンドボール以外の人間から文句が来ますからね、今となっては。見てる人から。ですよ。しかも、トップリーグとかだったらね、うん、超大変ですよ。昔はもうボコボコだと思いますけど。うん、そうか。そうなんです。なんかあります？松木さん、今まで言われて嬉しかったこととか、非常に頭に来たこととか、言われて。あんまり、記憶ないかなって言うんだけども。いや、腹立つことに言われたこと。いや、腹立つ、腹立ってるだろうなとか、周りから見たら思われてたかもしれないけど、あんまり腹立ってたことはないかな。ああそう、指導者にこうやって言われてムカついてたことなかった。言われること自体が、そんな人数の少ないところでやってこなかったから、見てもらえるっていうだけで、なんか嬉しいっていう、内容入ってきてないみたいな、頭に。なんか俺のこと言ってるみたいな。大学の時に。おお、来たみたいな。なんか、戻ったけどね。何も言われてないじゃん。松木？じゃあメカルが。メカルなんか言われてたよ。めっちゃ言われてたよ。お前はコートの中で死んでるんだよって言われてたよ。コートの中で死んでるんだよ。俺結構、おーって言われてたから、結構やっぱ。そう。結構言われてたでしょ。おーって。で、あの、松木さんは今指導者ですけど、なんか意識して使ってる言葉とかあります？ああ、意識して使ってる言葉っていうか、その使い方とか。いや、あんまりね、その、なんていうの？やっぱ、時に感情が出ることもあるけど、最近、なんかこう、覚えてきたっていうか、こうしようなっていうのは、結構厳しいこと言っても、最後はなんか、最後ね、最後はなんか、こうやってやろうやみたいな、頑張ろうやみたいな、その締めは、ちょっとこう、前向きっていうか、次につながるように終わるみたいな。森保監督でしょ？あ、そうそうそう、森保監督もそうだし。プロフェッショナル仕事の流儀でしょ？いや、それ、それっていうか、例えばバスケとかのやっぱり、バスケって最後さ、こう、必ずエンジンで終わるじゃない。監督とかコーチも入れて。そういうのを、まあエンジンはしないけど、だけど、まあ、選手だけでするからね。だけど、なんていうの、最後はやっぱ、そういう形で終わろうっていうのは、意識してるかなっていうね。
なんだよね。言葉って結構大事なんだよね。本当に。意識してやってる言葉。だ例えば、さあ、まあ、言葉もそうなんだけど、うん、僕、最初に、一番最初に、小学生の学園ハンドに行った時、低学年見てたわけ。うんうん。あと低学年見てたんだけど、小学校1年生とか2年生、3年生に、うん。本当にね、当時のメカル、もうバカだと思うんだけど、本当に、うん。オフェンス、ディフェンスとか言ってたから。なるほどね。オフェンス、ディフェンスって言って、オフェンスの時はボール要求してごらんって言ってたから。いや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 、何言っとるか分からへんがや。もう英語やね、英語。そうそうそう、オフェンス、ディフェンスって何？攻めと守りでしょみたいな。って言われても、要求って何って話だから。もうね、だから、あ、これで言っても全然分かってくれないから、分かんないんだろうと思ったら、僕の言葉が悪かったっていう。うん、それ学園、小学生でしょ？小学生。俺だって大学の、まあ、授業を持って、あの球技とかの、まあ、指導法みたいな授業を持ってるんだけど、俺の中の普通っていうか、インターセプトってやっぱ使わないかな。どう？インターセプト。普段球技してない人は使わない。だからハンドボール部はどう？ハンドボール部もインターセプトっていう言葉は頻繁には使わないんじゃない？カット狙いくらいじゃない？スティールは？スティールもスティールしろってあんま言わんくない？ボール奪えとかじゃない？まあ取れとかね。スティールとか。そういうね、横文字はなんかね、そういうチームの複雑な戦術とか技術、まあ複雑じゃなくてもいいんだけど、そういうのを込めたワードを作るのはいいと思うんだけど、俺そんな別に意味はなくて、普通にインターセプトしろよとか、スティールとか言うと、ちょっとやっぱ固まる。っていう感じだよね。そうなんだよね。難しい言葉の選び方は。このやっぱりでもそこに何かを含んでるっていうのがあるじゃんね。まあ日本語、昨日もこのスペインの人と話してたんだけど、お疲れ様っていう日本語あるじゃん。うん、すごく便利だよ、お疲れ様って、うん。便利っていうか、日本語が含むお疲れ様のニュアンス表す英語ってないんだよね、やっぱり。Good job、Well done とか。よくできましたみたいなことはあったとしても、うん、なんかどうしても、なんていうの、リスペクトも含めて、なんていうの、日本人が使うお疲れ様のニュアンスの言葉ってないんで、うん、スペイン語にもないって言ってて、うん、っていうこの言葉のニュアンスを含むものって、大事だと思う。大事っていうか、まあ、もう日本語らしさだとは思うんだけど、そういうところで、結局、なんていうの、選手が戻るところになっていたりとか、すればいいのかなと思うんだけどね。例えば、警報あるじゃん、警報。で、警報ね。すっごいでっかい横断幕があるの。2階から吊るしても1階の地面につくんじゃないかっていうぐらいでっかい横断幕があって、そこには、なんだったかな。光る警報、走る警報、光る警報、なんとかな警報みたいな感じで書いてる。投稿っていうのはもうこれみたいな。なんかそうじゃん。強く美しくオムロン。もうなんか、それをもうオムロンといえばこれみたいな。で表してくれるから、やっぱね、選手としてもね、基準になるんだよね。いや、私の今のプレーは強く美しいだろうかって問いかけにもなるし。で、向こう上のなんか横断幕ないの？横断幕はないけど、もう少ししたら、
ホームページにこうチームフィロソフィーっていうか、まあ、前任の監督ともこういろいろ見てもらいながら、まあ、作成してるっていうのがあるんだけど、やっぱ脈々と流れるその変わっていく、まあ、ハンドボールは変わっていってもなんか文化とか伝統ってあるじゃない。やっぱうちの大学ってキャリアのある選手がずっと入ってきたわけでもないし、やっぱなんていうのかな、できるところを極限まで高めるとか、もう徹底して全員がハードワークするとか、まあ、そういう文化っていうのはあったから、やっぱ泥臭くハードワークするっていうか、全員でこう一丸となって、まあ、一丸となってっていうのは個々が弱いからって意味じゃなくて、まあ、一丸となって戦うのが得意な文化が脈々とあるから、だからそういう組織的に戦うっていうかね、まあ、そういうのは、あとは大学のカラーでもあるし、俺たちは大学の組織だから、まあ、会社の組織であるとも一緒でね、実業団が、うん、まあこう規律を守るっていうのは結構大学のカラーとしてあるから、やっぱそういう部分っていうのをこうまとめてね、こうチームフィロソフィーとして出したいなと思ってるんだけど、まあでも選手たちは本当によくやってくれてるね、毎日そういう部分では。だからそこが足りないと、なんか技術のミスっていうか、そういうところは別に、まあ別にいいと。だけど、そういうところが足りないとやっぱりいけないんだっていうのは、下級生から入ってきたらやっぱり上級生なり、俺が根付かせるっていうかね、そういう感じだよね。まあ、それが伝統だよね。まあ、自他ともに認めてると思うんだけど、まあ、それは。うん、そういう意識が大事だと思うよ、絶対。うん。なんか異彩を放ちたいよね、普通のチームじゃないっていうか。三次高校の横断幕の話したっけ？したっけって、君に言ってもらう。8になるでしょ？ハエになるやったっけ？ハエ、なんだっけ？ハエ？ハエじゃないわ、ぶっ飛ばすぞ、マジで。何人できましたか？三次高校の OB からはもう、大変なことになっちゃうよ。怖いからね、沖縄の人は。どうでした？あの、長西高校の横断幕は8になるって書いてあるんですよ。8になるんです。で、あの、女子の横断幕だったんですけど、もう意味がわかんないんですよね。僕入学した時から。で、入学した時に8になるって意味がわからないって言ったんだけど、このさっきも話した荒垣健先生が、8になる、8って言ったんですよ、ずっと。何なんだろうって言って、8になるって意味を、聞いたら、ある時に、うん、8みたいなプレーする8って言ってて、内日高校っていうか、もう沖縄県はもともと携帯的に小さいんですよ。まあ、今となっては浦添地区のメンバーとかも言ってたんだけど、開学当初は、もう浦添地区、中学校の時にハンドボールが強い浦添地区のメンバーではなく、主にいたんですよね。その時、校区制もあったから。だから、あんまり強くないところから来た選手たちがいっぱい集まったんです。大きくもないっていう。で、そういう選手たちが集まって、まあ、エリートって言われてる、浦添地区の選手とか、他の地区の強い高校に勝つためには、どうするかって言って、あの、県選手になれって言ってたわけよね。あの、8って言ったら、こうやって、体長 2,3 センチの小さな蜂なんだけど、これがビーンって飛んできたら、こんなするじゃないですか。わーって飛んできたら、何もよもよ、わーみたいな感じで、大きな人間でも、もう来るな来るなってなる。わーってなる。で、そんなんだけど、蜂が、うわーって大群で、大きな選手でもう、ばーって逃げていくと、うわー、蜂が来たーっつって。そういう選手、そういうチームになるっていう意味が込められてるらしいんです。意味わかります。で、小さくてもそれこそもう松木言ったようにハードワークして強いコンタクトして、これでもかって走って、ああ、もうこんなしてもう守られるの嫌とか、もうこんな小さくてこんな早く動くの嫌とか、大きな選手にそういうふうに思われると、やっぱり勝機があるんじゃないかっていうところで、っていう、横断幕だったんですよね。これを聞いたときに、僕は少しっていうか、かなり感激しました。それまで全く意味わかんなかったけど。うん、だからそういうイメージを持ってやれればさ、
多分オルテガもね、今回の世界選手権の練習中に言ったと思うんだよね、Like B って、Like a B って。聞き間違いかな。オルテガもなんか蜂みたいにこうやってビビビビビってやれみたいな感じで。パクリ？え？那覇西のパクリじゃん。オルテガは多分那覇西パクってる。ね、オルテガは那覇西をパクってるか、あのメカラチのハッピーハンドボールのコラムを読んでパクったと思う。まあ冗談ですけど、ね。いや、こじつけ。いや、でもその言葉に何かね、意味付けがあるっていうか。そういうのがやっぱり大事かなと思うんですよ。だから自分の中で大事にしてる言葉とかあるじゃないですか。うん、メカル、メカルさん、あの学生時代に朝早起きして練習とかしてたんだけど、前日バイトとかするとでね、朝もう目覚ましとかバッて、この目覚ましなの、これ大学1年生の時から使ってるスヌーピーの目覚ましなんだけど、これね、これバンって止めるの、とりあえずで、バンって止めてしようって思うわけよ、やっぱり寒いし、朝早いし、疲れてはいるし、もうどうしよう、行こうかな、やめようかなって思うんだけど、ずっと言ってた。自分で決めたことさえできないんだったら、もう人間なんてやめてしまえって言って起きてた。言って起きてた。声出して。で、早退とか行って、トレーニングするさ。で、もう一番最後はロープなの、僕の中で。あのベンチとかスクワットとかなんかいろいろやって、一番最後は絶対ロープを登るんだけど、もうロープを登るときもこうやってロープ掴んで、はーって上見上げて、はー遠いとか思いながら。その時に絶対唱えるのが、今と今となって、今と今という間に今はなく、今という間に今ぞ過ぎゆく。はっって言って登ってた。もう呪文だよね。もうね、もうこれを唱えないと、もうこれ、もう次に頑張る力が出ないみたいな。もうそんな呪文だったの。今と今という間に今はなく、今という間に今ぞ過ぎるっていうのを知ってるよ。知ってるけどさ、それ、ちささんが言ってくれたからもう覚えてるけど。だからもちささんが言ってくれたからその言葉を覚えたの。あの、会館でね。そうそう、え？大学会館で。そう、新刊じゃなかったあれ。そうそう、新刊、新刊。先生の時の4年生の先輩かなんかが挨拶して、そういうこと言ってくれた。セさんってなんだって、宇賀神奈緒だ。そうそうそう。いい人だってね。ね。今は、どこだろう。トレーナーやってて、JX のトレーナーまだやってんのかな。バスケットの JX サンフラワーズのトレーナーやったんじゃない？なんかどっかでやってるみたいなね、うん、もう勤めてね、当時1年生の松木くんは4年生の千田さんに憧れてたもんね。千田さんっつってね。ですよ、もう僕は僕はもうあの入った時に体重がもう62キロしかなかったからね。177センチで。もうやっぱ、で、腕立て伏せとか、なんでベンチプレスか。もうできないし、なんか走らされるし、なんかそうフィジカルとかの意味ではね、あの、小川さんとかもそうだけど、もういろんなトレーナーの先生にはお世話になった。そうそう。で、一回足首ひねった時に来てくれたんだよね、千田さんが。もう死ぬかと思うぐらい痛かった時に。うん。まあ、歯折れた時もそうだったし、そういう思い出はあるよね。歯折れた時。よかった。おちささん連絡してみたら？いいですよ、そんな。あのね、メカちゃんで結構見てくれる人がツイートしてくれてるんですけど、宮川さん、大西先生の真似ですよ。おお、メカルが死んでるんだよ、ってよく言われてましたよ。そう、大西先生最近、筑波学園ハンドボール、小学生ハンドボールの練習行ってるらしいよ。いや、あれはもう、そうでしょ？だってもう、
あそこはもうホームだから。まあまあそうだけど、なんか、行ってなかったじゃん。もう任せてたじゃん。一時全部。うん。我々にね。そうそう、総会とかにちょっと顔出して帰るみたいな感じだった。そっから生まれたのが小林とかね、小林優也とかっていうね。そうそうそう、浩二とかね。うん。あの、小林優也。まあ、ね、学園の子？いや、三つ街道とかじゃないかな、多分。モリアとか。キーパーでしょ。あ、うん、キーパーの子、シスイの。ちょっとね、ツイートを紹介するとですね。うん。パスはコミュニケーションという言葉は今でも自分の中で一番心に残っています。パスが取れないのは無視しているのと同じだとよく言われました。指導者が自分の思い通りに選手を動かす、かっこ独裁じゃないには、選手に伝える手段を豊富に持っていることが大切だと思います。選手も指導者も人間ですし、意思疎通には言葉が必要不可欠ですよね。そういう意味でも指導者が発する言葉は重要ですよね。人格否定のことは脳細胞に深刻なダメージを与えるそうです。もちろん頭を叩くのもそうですが、それよりも人格否定される方がひどいそうです。指導者の発する言葉も大切ですが、選手がそれをどう受け取るかも大切ですよね。どれだけ選手を引き込める言葉を使えるか、どれだけ選手の心に響かせることができるのか、知識の、競技の知識だけが良い指導者の条件ではないですね。おっしゃる通りです。人間の力は全部出し切らないと増えない。出し切らずに貯めたら逆に減る。それがお金と違うところだ。日本代表監督、平尾さん。いい言葉じゃん。お金と違うところだっていうのがね。それいい、それいい。え？平尾さんいい。選んでもらうから、このツイートの中で一人だけ。ベストオブ？一番印象に残ってる。え？ベストオブツイ、あの、指導者の言われた言葉を。横断幕といえば、ネットハンドボールの泣かすぞって。横断幕に泣かすぞってのすごいよね。相当勇気出ると思うけど。だから感動して泣かすぞって意味じゃねえの？あ、そういうこと？鬼のように泣かすぞってことじゃない？恐怖かさ、感動の涙か、それ書いてないじゃん、だって、泣かすっていうことは。まあまあ、捉え方次第ですね。そう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 。親に言ってるかもしれないしね。成長を見て泣かすぞって言ってるかもしれないし。三里ハンドボールクラブね、泣かすぞ。オムロンは横断幕の通り、強く美しく、うん、中に脱いだウェアもきちんと畳んで壁際に置いています。ボールが転がっていることも一切ありません。美しいですねって。うん、そうなんだよね。強く美しく思うのなんだよね。素晴らしい。今のお前はレギュラーになれない。踏ん張れた言葉。今のお前、ここを踏ん張ればレギュラーになれると前向きに捉えて、レギュラー獲得のスタートになった言葉。負けず嫌いを知っていて、あえての劇だったと思う。それがさっき言う捉え方ってやつだな、選手の。だから、ね、そういう今のお前じゃレギュラーになれないって、要は指導者が選手に与える壁じゃない。うん、その壁が、選手はこの選手だったら乗り越えてくれるっていう言葉としての壁だったら、まあやっぱりそこがあれだよね、高さの調節が指導者の力量だよね。うん、こいつにこれ言ったらもう帰っちゃうとか、この子、モチベーションダウンしちゃうっていう、なんていうの？奮起させるのって、だから難しいんだよね。テクニックがいるんだよね。奮起させるっていうか。その今日思わせる。だ練習と一緒だよね。強度。強度だよ。その言葉のインテンシティよ、本当に。そこなんだよね。それ個人でも違うんだよね。そうそうそう。森先生のお孫さんが学園ハンドに入ったんだって。バックパスするんじゃない？バックパス。
するかな、得意のバックパスする。バックパスしかしない。いやでも大西先生はあれだよね、自分のお子さんがハンドボールする環境を作るって言って学園ハンド作ったんだもんね。お、それがお孫さんまでやるって言ったらなんか感慨深いね。だって学園ハンドって三十何年続いてるもんね。もうそうですよ、その1ページをねこう刻めたっていうのはね、ね、ありがたいですね。なんかいまだに記念誌とかの寄稿の連絡とか来るから、うん、今回何十周年なんで、メカルさん、子供たちにメッセージをみたいな。そんな関わってないですけど。本当そうだわ。そうそうそう。なんか来てますか？いやー、面白いね。うん、みんな、ねえ、ツイッター見れる？今。見れる。ハッシュタグ、カタカナでメカちゃんって入れて、ハッシュタグそこで、うん、ハッシュタグメカちゃんにして、うん。これどんどん。うん。その中で一番印象に残ったベストオブツイートを松木に選んでもらうから、うん。ちょっと考えといて、それ。うん。そう、大西さんの真似です。じゃあさん、ま、宮川さん暫定トップ。ああ、本当に宮川さん暫定トップ。あ、でも今閲覧者数が激減したんだけど、まあななまあ、どういう意味だ。何言ってくれてんだよね。帰れってこと？ね。違う。わかんない。一回回線が切れたのかもしれない。よくわかんない。これいいじゃん。当選のない練習ならやめてしまえって結構インテンシティ強いけど、でも、ね。いい言葉だね。そのミスするなら、そんだけミスするならやめてしまいじゃなくて、挑戦のない練習になるってとこがいいよね。そうですよ。挑戦のない。で、僕、この話したっけ？今、筑波の1年生の女子に、氷見出身の藤明子って子がいるんだけど、わかるわかるよ、うん。トヨタ車体時代に氷見に講習会行ったの。で、そこで藤明子が女子中学生でいたらしいのね。うん。で、メカルさんに言われた言葉、今でも覚えてます。うん。ちょっと待って、なんて言ったのって言ったら、練習のための練習ならやめてしまえって言ったらしいんで、僕が。なんだったかな。練習のための練習ならやめてしまえって言って。教えるほど僕も暇じゃないんだって言ったらしくて。講習会で初めて会った子供たちにね、講習会で言ったらしくて、それをすっごく覚えてて、に憧れて筑波大に入ったらしいの。その言葉で引きつけられたところでしょ。こんなこと言う人にが出身の大学に行きたいって。超インパクトがあったんだろうね。インテンシティ強いな、それ。やる気がないんだったら休んどけみたいな。教えること僕も暇じゃないんだ。でもね、でも本当にそういうことを言い続けた子がいたの。本当に俺も来て4年間だけど、もう断るごとに、まあ、メカルも言ったけど俺が来た時の1年生で、まあ、メカルもまあ、ね、2回くらい講習会来てくれた時に、まあありがとうって俺メカルにあの時言ったと思うんだけど、あいつねっつって、やっぱそういうの。でも最初はやっぱりそれでやっぱりこう落ち込んだりふてくされたりしても、やっぱインテンシティ高い言葉はやっぱかけ続けた方がいいと思うんだよな、個人的には。なんかかけ続けるっていう、そのなんていうの、その子を信じててやっぱ分かってもらえるまでやっぱりこう向き合うっていうか、そしたらやっぱりね、時間はね4年間って限られてるけど、やっぱり4年もあるからね、
その時に折れないようにするってことも大事だけども、でもやっぱそれで進路をね、決めてくれたし、すごい嬉しいよね、そういうのは。そいつがさ、大学で、まあ、準々決勝で負けた時のホテルの部屋で、まあ、一人ずつ話せって言った時に、まあ、4年間ありがとうございましたとか、みんなもありがとうとかって、涙ながらで話すんだよな、その時に。私は性格変えてもらいましたとか書いて性格変えるようなつもりはなかったんだけど、でもその時に 1,2 年生の時はもう嫌で嫌で仕方なかったですって言われたんだよね。だから今ドラマじゃないけど、その子のためとかって思ったらやっぱり信頼関係っていうのと好き嫌いっていうのはまた別だと思うよね。信頼関係を築くのとなんかちょっと違うと思うね。なんかすごく楽しみですよね、今後の。その子が今後どういい影響を及ぼす人間になってくれるかっていうのが楽しみ。そうだよね、うん。その子の自覚としてはいい影響を受けて自分の性格が変わったって言えてるんだから、それを還元ではないけど、自分の中でどう表現して、周りに波及させていける人になれるかどうかってのは、4年間良かったかって、それから次第だからね、やっぱり、うん、ハンドボールだけじゃなくて、社会出てからも多分。4年間の間ってね、人生80人のうちの20分の1だから。20分の1。たった20分の1だから、4年間の、ね、まあ、俺はまだ若いから言えないけど、まあ、メカリぐらいだったら、まあ、それはね、やっぱこう、いろいろあるだろうけど。でもたった20分の1で、たった20分の1を僕はもういつも言ってるんだけど、子供っていうか講習会とかで、講演会とかでいつも言うんだけど、もう高校3年間とか大学4年間とか人生の20分の1とか30分の1だから、そんなのね、捨ててしまえって言ってるんですよ。そんなのね、捨ててしまうぐらいの覚悟を持って何か一つに没頭した方が絶対いいです。そんなんで、なんかあれもこれもって言って、ね、中途半端にやるよりはね、その30分の1ぐらい捨てても、急、なんかいいことあるだろう、みたいな、こと言ってるんで、ね。だから、うん、ね、大学4年間なんか20分の1でさ、まあ我々はハンドボールを中心に生活してたわけじゃん。うん、その中で、まあそこで費やした時間とかさ、まあネットワークとかもそうだし、まあそういうのはやっぱ、向こう60年に来てくるからさ、それはそれでいいなと思って。それぐらい、20年中捨ててしまえと僕は思ってるんだけどね。まあ他の人がどう思うか知らないけど。来ましたか？小学校の時にやっていた少年野球チームの監督から自分に直接ではなく母に監督が、あの子は私の野球を教えてきた人生の中で一番教えがいのある子です。あの子はこのチームの柱ですとおっしゃってくれました。それまでなんで俺だけ怒らなきゃいけないんだと思っていましたが、泣きました。覚悟が足りない。高校の時、監督と揉めて、他の同級生が辞めていく中、監督と一対一で話し合った時に言われました。何気ない言葉ですが、それまでの自分や監督の言動を振り返った時、重くのしかかり、その後、自分が上手くなっていくのを実感しながら練習できました。覚悟っていいね。覚悟って大事だよね。でもね、いやでも、俺は軽々しく使っちゃいけないと思う。でも覚悟を決めるって、うん、決めた時に使うべきだと思う。覚悟を決めた時に、うん、僕もそう思います。
そんなかっこ悪いことはないですよ。重い言葉をなんか使って自分の行動がそれに伴ってないことほどやっぱりかっこ悪いことはないと思う。そう、なんかさ、うん、覚悟って言葉を使ってて、一般体育の授業とかでも言ってたの、覚悟を持てるつって、覚悟が大事なんだつって。で、なんつったら結局あれじゃない、本当に何かを犠牲にしてでも得たいとか、それを求めていくその姿勢じゃんね。うん、だから結局さっき言ったみたいに大きな壁がバンって出ましたと。を超えるためには時間をかけるけど遠回りしていきますとか、金かかるけど飛び抜けますとか、そういう部分じゃん。結局今までと生活をしてて、いや絶対体重10キロ増やしたいし筋肉で10キロ増やすしって言ってるやつが、今までと同じことをやってても人よりお金かけてご飯を食べる、もしくはプロテインを買う、筋肉を使って筋トレをする、人より人が遊んでる時に時間を増やすとか、今までの自分の何かを犠牲にしないとその得たいものを得られないじゃん。やるって決めるその姿勢が僕は覚悟だと思ってるから、その覚悟を決めるってやっぱ大事なんだよね。大事。だから楽しくするみたいな、いやいやいや、ようにして給料を倍にしてくださいとかじゃないし、今までと同じようにしてなんかハンドボール上手くなりたいとか思ってるやつなんか絶対できないから、そんなの、うん。だから今までの何か自分の睡眠時間とか遊びの時間とか、うん、お金をトレーニングについ、トレーニング器具とかプロテインに費やす、その自分の犠牲を引き換えにそれを得たいと思う気持ちがあるかどうか、本当に、うん、それをやる心意気があるかどうかって、その姿勢だと思うんだよね。だから本当に強く願わないと無理だと思う、覚悟なんて。無理じゃない？結婚なんか無理じゃない？いや、結婚、まあ、うん、覚悟な。大事だと思いますよ、僕。実はね、まあ、うちの新チームのスローガン、覚悟なんだよ。うん、これ、英語で言うと、レゾリューションだけど。レゾリューション。レゾリューションっていうの？それを俺聞いたから、お前ら今年新チームか、あのテーマなんだってスローガン決めてきたかって決めさせるから、最上級生にレゾリューションですって言うから、俺革命かなと思って最初そういう風に聞こえたから、レボリューションって聞こえたから、いや違います、覚悟ですって、結構いいの考えてきたなと思ったんだけど、やっぱその分やっぱりインテンシティ高い言葉はかけちゃうよね。それでいいんですかっていうことだよね。やっぱでもその覚悟っていう言葉が自分たちから発せられたっていうのはすごく嬉しいよね。そういう言葉っていうか。だから俺も、なんていうの？トレードオフですよって。トレードオフ。トレードオフっていう経済学の用語があるじゃない。何やったっけ？値段を下げたら、ね、値段を下げたらいっぱいこう売れるけど、ね、そういう値段を下げるようなコストを下げたら品質も下がるから、まあ、何かをやろうとしたら犠牲はなんか出ますよっていう。高くやろうとしたらやっぱり、ね、売れないけども品質は上がるみたいな。まあ、そういうのはでも学生生活でも言ってて、やっぱ、ね、一番大学生って、自分の時間あるし、そこをどう使うかっていうところが非常に大事なところで。でもハンドボールの時間があって、でもハンドボールの時間、練習時間とかパフォーマンスの時間って実はそれ以外の時間の方が影響してるもんね。だからそういう犠牲っていうか覚悟っていうかね、その覚悟っていう一言に何を詰めるのかだと思うんだけどね。さっきの言葉の意味じゃないけど。
そうなの。よく言うけどね。メダルも。なんていうの、愛されるチームになるっていう表現があるじゃんね。うん。チームになるがチームの目的になっちゃダメなんだよね。っていうことは言ってるけど、なんでかって言ったら我々競技スポーツしてるから。一回いいから愛されるチームになるっていうのは僕は違うと思うわけ。うん。なんか違うと思うわけ。そこは。違うじゃん。勝ちを目指していく中で愛されるチームになるっていう一つの、判断材料だと僕思うわけ。例えばさっき西さんが言ってたようにボールが会場体育館にバラバラ転がってますとか洋服がなんか畳まれもせず脱ぎ散らかすら出てますっていうのを見たときにこれは愛されますか愛されませんかっていうその判断基準、愛されるチームになるっていうのは僕は大事だと思うんだけど、愛されるチームになるっていうのが一つの、うん、そのチームが目的化してしまうとやっぱりダメだと思うんだよね。それがトップだから弱いチームはみんなそう言ってた最初。そうだね。H 名古屋にしてもみんなそうなんだけど、勝てないチームはそう言ってた、逃げ道を作るためにそこに愛されるチームになれば弱くても許されるでしょみたいな、そんな逃げ道で僕は捉えちゃったわけ。いやそうでしょ、失礼な話なの。うん。でしょ、そこに違和感があって、うん、まあ、飛騨のブラックブルーズもそうだし、H 名古屋もそうだし、愛されるチームになるっていうのは、もちろん大事な一つの大きな、違うでしょっていう感じだったんだよね、ずっと。その、その言葉が含むフィロソフィー、共通認識、アイデンティティじゃんね、それは。チーム全員が共有してるっていうところになると、何か問題があったときに、そこを評価基準にもなるし、振り返る基準にもなるんだよね。例えば、もうこれから向こう上が何か起こるか分かんないけど、半年後に、いやいや、あの時考えてた覚悟はそれなんですか、うん、そんなもんなんですか、覚悟なんて。って言えるじゃん。うん、共通認識してる。そこだと思うんだよね、うん、大事ですよ皆さん本当に。年収500万をもらってねしたいって思うやつなんかねですよ本当思うけど、年収500万もらってハンドボールしたいなんて甘い。1万円でも海外でハンドボールしたいっていう、それこそトレードオフではないけど、覚悟っていうのは、うん、大事だと思いますよ。昨日ね、ふと思って計算したわけ。うん、もらえるべきのお金、いくらもらってないかなっつって。とか、未払いとか、遺跡のなんか谷間で結局払われてないお金っていくらあるんだろうと思って。数えたらいくらだったと思う。驚愕だったんだけど。メモってんの？嘘でしょ。メモってんの？メモってない。だからあのチームの何ヶ月分が払われてない、このチームの何ヶ月分が払われてないって計算して足してったらいくらだったと思う？50万ぐらい。超びっくりしちゃった。50万ぐらい。お前ふざけ、軽自動車1台買えるわ。120万円ぐらいもらってないからね。嘘でしょと思った、本当に。マジかーと思った。もらえるはずなのに。まあ、それもね、移籍もしないでさ、同じチームでずっとやってたらもらえるお金も増えるしさ、そんな、なんていうの？もらえないっていうこともなかったんだけど、まあ、自分で選んでるしね、移籍をするってことを。チームを変えるってのを自分で選んでるし、まあしょうがない部分もあるんだけどね。もう120万とか言ったらもう超びっくりした。嘘でしょと思って。で、帰るわ。
どう思います？それってさ、法治国家じゃないの、ハンガリーって。いやもうね、もうそれを説明するとね、めんどくさいからやめる。もう、ね、意味がわかんないの。だから、いや、法治国家において、もうね、人を信じるなんだ。法治国家において許されることなのかどうかっていうことになってるよね、まず。法治国家なのに。じゃダメ。もう海外でプレイしようと思う人ね、これ見てるかわかんないけど、役所は、ちゃんと、しとかなきゃダメ。あ、この人、まあ、オッケー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 、じゃあここサインして、みたいな感じでやって、ないとか。もうダメ。本当に。もう人を信じすぎたメカルも。勉強代が120万だから。ふざけんなって。まあ、オフに取りに帰ればいいじゃん。どこに？え？ジョン・ジョシュに。ジョン・ジョシュは満額払ってくれた。あのチームだけ。2年目のジョン・ジョシュだけはもう満額遅れてもきちんと払ってくれたの。あのチームだけはちゃんとしてた。宣伝しとく。あの、他のチームはちょっと当たんなかった。マジで。まだ来てます。たった一つの輝く星になれって。輝く星になれですね。流れ星になれですね。中3の時、スカウトしてくれた高校の先生があなたなら日本代表のゴールキーパーになれると言ってくれたので、その気になって本当に代表のゴールキーパーになりました。ねえ。メカルもね、一応言われたんだよ。10年に一度の逸材だって言われたの、沖縄県。メカルっつって、お前はもう10年に一度の逸材だからなって言われてハンドボール始めたら、2年後の田原亮に20年に一度の逸材だってイベントに書いてあったの、あがりえさんが。どうしたことかなと思って。みんなに言ってんの？みんなに言ってんのかな？あがりえさん、嘘ついたのかな？僕にと思うの。笑っちゃったよね、あの時は。本当に。大会中ミーティングで途中で走り疲れても交代して戦えるやつがいる、だから安心して仲間を信じて全力疾走しろ、全員で戦うんだ、小学生の心には全員で戦うという言葉の意味が響いたと思います。そうですね、なかなかね、全員で戦うって言ってもね、難しいんですよね。本当かなっていう。結局試合出てるのいつもと同じじゃんってなると、全員でやるんだって言っても、そんな気なくて。で、あのね、一回ね、試合前に、モチベーションビデオを作ったことがあって、僕じゃないよ。で、監督が作ったんだな。なんだかわかんないけど、作ったことがあって、でも、ビデオって、試合に出てる7、8人しか映ってないの。ずっと。自分が編集した7、8人の、まあ、結局もスターメンだし、お気に入りのプレイだよね。その自分のお気に入りのプレイヤーのいい場面しか編集してない映像を5分ぐらい見せられて、全員でやるんだ、みたいな。全員で戦え、みたいな感じで締めてやって。これを見て、どうやって全員で戦うんだろうと。すっげえ謎だった覚えがある。謎と思って、ええみたいな。逆にモチベーション下がるんですけど、やめてくれませんかって思ったことがある。そう、ほんと謎。ほんと謎だわ。もう本人作ってさ、もうすっごい嬉しくてさ、どうだ、モチベーション上がっただろ、あれ良かっただろ、あの選曲良かっただろ、みたいな感じで言ってるからさ、まあまあ、おめでたい人だなと思う。いや、でもね、でも、うん、あれ、音楽で半分決まるからね。音楽大事。音楽と、あと、文字の入れ方が大事。そうなん。いらん言葉で、ね。モチベーションビデオね。で、代表のモチベーションビデオとか見せてあげたの。あの、筑波の長野くんが作ってくれたんだけど、まあ、見せてあげた。よくできてる。あら、いい。
オルティガジャパンの。で、何かないのスローガン。オルティガジャパンの、なんかないの言葉、スローガン。ない、特に。エディみたいな感じではなかった。品質ワードは？いや、これ分かる人いねえだろうな。なんて？しかりかな、品質ワードは。品質ワード気になる。みんな気になるよ、それ。そんな忘れた。カルロスがいつも言ってた言葉でしょ？うん。ああ、コンフィデンスとは言ってた。ビリーブって言ってた。あとは、一番大事なのは、自分たちが何をすべきかを知っていることだった。全員が、コートの中の全員が。何をしてもいいけど、自分らこの2、3人でグループ作って何をしてもいいけど、それをコートの中の全員が把握していないとダメだって。それいいね。で、なんだっけ。できるぐらい我々は、お互いを知っておかなきゃいけないという。あと、ブログにも書いたけど、パスをちゃんとやれっつって。パスちゃんとやれっつって。食べたくなるようなパスをしろって。ちっちゃい子が、あーって、ようなパス。もう取りに行きたくなるようなパス。この辺でこんなして、あんなして、あんなして、あんなくて、パスがあっち行ったり、こっち行ったりするんじゃなくて、もう、このパスを取りたいと思うようなパスを、しろとは言ってた。非常にいい表現だなと思った。もう口開けて待ってろみたいな。もう、あーって言って食べたくなるようなパス。そこはね、顔に投げるんですよ、顔に。基本顔に投げるんですよ。なんでかって言ったら、この辺顔に投げてたら、自分が動きながら、半分の、しながら、ボールをキャッチできるから。うん。だから、こっちに行きたいのに遠くなっちゃうとか、こっちに行きたいのにこうなっちゃうってなるから、うん、この個人のセリフから、こっちでボールもらうとか、半身連れてこっちでもらうとかっていうことができるから、が基本なんですよ、パスは。だから、食べたくなるようなパスをするんですよ。つって面白いっしょ。なるほどね。ハンガリー語ってさ、難しいじゃん。ハンガリー語難しいよ。あの、なんだっけ、ハンガリー体育大学の、あの、来てくれた人、日本に。なんだっけな。もちゃいさんが来てくれたときに、やっぱハンガリー語で遅れて、うん、ローランドさんがこうあれするじゃん、通訳。うん。その時やっぱ聞こえねえんだよな、うん、その、あの、一部しか通訳してないから、通訳は聞こえるんだけど、ハンガリー語でわーって言ってること、うん、俺なんか意味聞き取ろうと思ってちょっとチャレンジしたんだけど、わかんなくて、でも必ずね、うん、たまにブラボーって言うんだよね。だからブラボーって言った時は、いいプレーなんだと思ってね。だからブラボーは、世界共通なんだと思って。よう使いきらない。スペインでもブラボー言うの？やっぱいいプレーしたらブラボーっていうの。ブラボーとも言う。うん。ビエンとか言ってなかった？ビエンって言ったりするけど。ブラボー言う、ね。最上級は何？ブラボー。スペインだったら多分ブラボーになると思う。あ、ブラボー。おぉ、まあ。ハンガリー語でもブラボーだね。思っても分かんないから、そんな努力しない方がいい。普通の人は。無理か。ちょっとやそっとじゃハンガリー語は全然分かんない。分かんない。喋れない。
じゃあ、そろそろ松木さん選んでもらっていいですか？ちょっと開けるから待ってよ。うん、メカちゃん。20個ぐらいあるんだけど、もっとあるな。今日結構来てるよ、ほら。あの、あーちゃんさんとか画像でも添付してるからね。全部目通してね、一応。宇宙一、でもさ、みどり西みどりさんがさ、松木さん、西みどりさんご存知でしょ？ 3D 作戦版の西さんが、松木さん、あの、なんだっけ、上級コーチ以来ですねって言ってたよ。おど？え？本当や。でもさ、さっきさ、中学生の時に高校の先生にスカウトされて日本代表になれるって、高校の先生は、高校のランニングについていけなかったら往復ビンタなんでしょ。ひっちゃかめっちゃかだね。ひっちゃかめっちゃかだね。すげえわ。これかな。でもちょっと待って、メカルの言葉もちゃんと入れてよ。メカルの8になるとこもちゃんと言う。あったこれです。な、待ってよ、発表する。じゃん、ダカ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 ダン。覚悟は足りない。バイ、カビリさん。覚悟が足りない。高校の時監督と揉めて他の同級生が辞めていく中、監督と一対一で話し合った時に言われました。何気ない言葉ですが、それまでの自分や監督の言動を振り返った時重くのしかかり、その後自分が上手くなっていくのを実感しながら練習できました。カビリさん、今カビリさん今見てたら、2分以内にメカちゃんハッシュタグつけてツイートしてください。当選。そうなの。あのね、やっぱり、あ、自分、監督、この人見ててくれるんだっていうのがね、あったらね、やっぱり頑張れるんだよね。メガネも高校の時に言われたもん、監督に。もう俺はお前のあんなのを見て悲しかったんだよって言われた時に、メガネもなんか号泣しちゃったもん。ああ、僕は監督を悲しませてしまったんだなと思って。監督とやっぱそうやってね、話をするってのは大事なんですよね。うん、ね、一つのポイントだと思うんだけど、さっきの少年野球の話あったじゃん。少年野球ね。いい話って、直接本人から聞くときも大事なんだけど、巡り巡って誰かからあの人こんなこと言ってたよって聞いたときもかなりテンション上がるよね。そうだね。うん、だからこれは僕も使い分けるようにしてる。うん、あの本人をもちろん本人を褒めるんだよ。みんなの前で褒める。叱るときは1対1とか、褒めるときはみんなの前でとか、ね、原則的なことが。だけど、そうじゃないんだな。うん、そう。それだけじゃなくて、本当に褒めるときって、まず誰かに言って、それが巡り巡ってその人の耳に入った方がいいんだよね。うん、あいつ本当に動き良くなったなって時は、このチームメイトの誰々に言うの。あの子、あいつだいぶ良くなって、何かあったの、あいつなんか最近彼女できたの、どうした超いいじゃんみたいなことをボソボソってチームメイトの誰かに言うわけ、わざと。で、多分そいつがこいつには言うだろうなってやつに僕も言うわ。
これ逆はさ、でも逆にダメージ受けるよね。悪口はね、悪口っていうか、あの、なんだっけ、ダメな話、ネガティブな話よね。それは俺は基本的にはもうやっぱだから、そういうことは全部本人にぶつけるようにしてる。でもやっぱ他からやっぱり聞くとやっぱ良くないよね。だからやっぱちゃんと言ってあげる。それがやっぱ見てるっていうメッセージとしてもやっぱりね、そのさっきの壁の高さはいろいろあるけど、そうなんですよ、ね、それテクニックだよね。それはもうね、テクニックなんです。テクニックって言い方をするといやらしいけど、ない人との付き合い方なんです。カビリさん来ません。ダイレクトメッセージするかな。回線もしてなんかたまに切れるらしいんだよね、回線か。今回いいでしょ、回線。あ、いいよ。俺なんでいいかって、俺 Wi-Fi 変えたんだよね。引っ越すから？うん。引っ越す、いや、明日引っ越しなんですよ。なんで知ってんの？いえいえ、あなた今日の朝電話しましたよ、僕と。あ、なるほど。徹夜なんですよ、2日連続。自慢か？俺ですよ。モンスターでしたか？知らねえよ。俺初めて飲むんだけど。死んだじゃん。死んでないし、死亡事故出たじゃん。モンスター飲んで。6本も7本も飲むからでしょ、それは。子供が飲んで死んだんだよ。知らないの？知らないよ。だったら売ってねえじゃん、だって。18金これ。18金じゃないけど。これは、ミンミンダハよりいいらしいですよ。あ、そうなの？うん。お。あ、カビリ来たよ。来ましたか？うん。くださった指導者に感謝ですねっておっしゃる通りですよ。指導者が言ってくれなかったら、そうです。本当そうだよ。メガルも今いろんな指導者には恵まれてるからね。うん、そうじゃないというか、ない指導者もたくさんいるけど。本当そうだよ。あ、今までで一番言われて嬉しかったことない？ハンドボールに限らず。やっぱ人生っていうか、生きててやっぱハンドボールのことが一番。あ、でも言われて嬉しかった言葉っていうか、指導者に。うん、誰でもいいよ。やっぱ選手の名誉初めて言った選手に俺言われるっていうのはやっててよかったなって思う。指導者冥利じゃないかな。特に出ていくとき、ね、出ていくときに、こっちがお礼言わなきゃいけないんだけどね、やっぱ本当は。やりたくてもできないからな、選手がいないと。そうだね。うん。あとは、
こいつ、なんかあれだね、大西先生だよね、やっぱり。大西先生に、あれ多分、秋リーグの中央大学生だったと思うんだけど、結構こう、交代で入ったら、結構倒れ込んでバンバンシュート、倒れ込まなくてもいいだろうっていうところで倒れ込んでシュートをバンバン結構決めてた試合があって、まあ、その時に誰かをね、多分集合で怒ったんだよね、大西先生が。うん、でこいつを見てみろって言って、こいつは体張ってやってんだよ。あんまりこうシュートは入らないけどみたいなことなんかこう言って、その時はもう嬉しかったよね。さすが、よかったね。うん。一分ボーイだからね、マツキ。あと、元祖っていうか、あとでも先にもない。もう一分ボーイなんだよ、って言ってたもんね。一分ボーイだったね、けど。あっちあのね、あの説明をすると、何回の試合で松木が変わって入ったら1分もしないうちに退場してまた出てきたの。で、それをその映像を見ながらね、大西先生が1分ボーイだよって言って、超面白かったね。いや、ちゃうで。あれは、あれ今でも俺覚えてるけど、あれ俺デビュー戦じゃないかなと思うんだよね、あれ、リーグ戦の。で、あ、そうなの？あの時、そう、カイドウさん、俺3年生の時で、初めてユニフォームもらって、まあ、ユニフォームもらっても出れない試合もあるじゃん。うん、ユニフォームもらって何試合目か忘れたけど、春のリーグで、あれも中央大学戦、くしくも。で、カイドウさんが出てきて、カイドウさんに、よし、行ってこいみたいな感じで、俺も緊張しながら入ったら、カイドウさんの代わりにトップディフェンスに入ったんだよね。ただトップのとこまで行けなかったんだよ。トップのとこまで行こうとしてたら、速攻来てて、中央大学が、うん。で、北陸電力にいた山原っていう選手がいたんだよ、一個上に。あれ、うん、その選手が走っていくのが見えて、これ止めなきゃいけないじゃん。そしたら、首にかかってラリアットって言われて、退場って出されたんだよね。軍曹、あ、軍曹じゃねえ。あの、なんだっけ。うん、レフリーの方。長原さんね。長春ペアの長春さん。はい、退場って。8秒。8秒だったっけ？俺8秒一生って言ってたもん、その時。え？ああ、まあ、面白いね。まあ、そんな感じかな。そんな感じかな。そうそうそう。今日のツイートのご協力で、今日も滞りなくメカちゃんが終わることを感謝申し上げます。ありがとうございます。うん。ツイートしてください。皆さん。あと、この後、オフトークします。または、メッセージください。では、もう今日終わっていいかな？最後に、メカちゃん。あ、まだちょっとごめん。まだちょっとあるわ。その中で一番嬉しかったことは、たくさんあるけど、残ってるのは、卒業する中学生に言われた、ハンドボールが好きでした、です。指導者冥利に尽きるってやつだね。そうです。メカルさんが指導してきた子供たちの中で一番心に残った言葉はありますかって。なんだろう。高校3年生の子に、メカルさんは僕の人生で影響を受けた人、トップ5に入りますって言われたことがある。お前、18年しか生きてねえだろと思いながらも。18年、まあまあありがとうございます、トップ5に入りましたねって言って。なるほど。元気かな、あいつ。あいつなんだっけ、市議所の、なんだっけ、名前。あれ、ちょっとね、顔覚えてんだけど。あの、ごちいやつ違う、市議所の、
JR に勤めた、JR に就職した子。忘れた。顔は出てんのに。まあいいや。その子に言われた。山。影響を受けた人トップ5に入る。そんな何回も一緒にハンドボールしたわけでもないのに、どんな影響を受けたんだろうと思って。子供たちに言われた中で一番心に残った言葉。あ、まあ、それなりに嬉しいんだけど、今思い出せって言ったら思い出せねえな。でも講演会をして、メカルさんに質問がありますって言って、女子高生が泣きながら質問してきたこともある。講演会で？講演会で。僕がパワーポイントを使って高校生に講演会をしたのね。視聴覚教室で。こうなんです、ああなんです、こうなんです。いや、それこそ覚悟を持ってやりましょうみたいな話をしたの。そしたら、昼休みだったんだけども、メカルの前に長蛇の列が10人以上並んで、一人ずつ質問があるわけ、メカルさんに質問があります。並んで待ってるわけ。来たら女の子が来ても泣きながらメカルさん、あっつって。で、もうこの子、ハンドブでもなんでもないんだけど、メカルさん、あっつって。バスケットしてるんですけど、みたいな。で、彼氏もバスケットしてて、インターハイの予選前で、やったんですって。いいですかって泣きながら、相談を受けたことがあって。なんて答えた？だって、その子のことも僕知らないし、その彼氏のことも知らないじゃんね。で、彼氏はダンバスのキャプテンだったらしいの。ね、キャプテンで私って付き合ってて、でも集中したいから距離を置こうって言われて、どうしようか迷ってるんですって言われて、たった一言、いや、あなたは待ちたいの？それとも、待ちたいと思うんだったら、いや別に待てばいいじゃない。でも不安だって、それは不安だって言うんだったら、不安だってことを伝えればいいじゃない。あなたの問題じゃなくて、あなたの問題だからって。あなたはどうしたいのかって話だからねって話をして、泣き止んでもらった。そう。そう、結構ね、泣かしてるね、僕も。泣かす、ね、泣かしてる。あのね、そう、同じところで行ってるんだけど、3年生で、なんか、もともと本土に住んでたらしいの。とか、住んでたらしいんだけど、親の都合かなんかで、親とは離れて、沖縄にあるおばあちゃんのお家で今住んでるんだって、二人で。で、もう泣きながら本当に高校生。そこが泣きながら。僕は、これまでの自分の判断にすごく後悔してるんです、つって。メカルさんはこれまでの人生で後悔したことないんですかって、もう泣きながら本当にもう可愛いと思って、なんかまあまあ話を聞いて、どんな事情があるか分かんないからさ、簡単な下手なこと言えないじゃんね。で、いや僕は後悔してないって、僕もとりあえず僕の話をしたら、でもいいと思って、別に明日死んでもいいとは思うけど、明日死んだら親が悲しむから親にでは長生きしなきゃいけないなとは思うけど、別に今の人生に後悔はしてないです。いう話はしてもらったんだけど、あの子元気かな、もう大学卒業するぐらいかな、大学卒業してないかな。ああ、頑張ってほしい、人生。あとは、中学生首里中の、かな、中学3年生の進路講演かキャリアなんとか講演みたいな感じで僕が喋ったのね。そしてちょうど僕のあのドキュメント W ワウワウのドキュメンタリーのテレビも入ってたので、そこで
テレビも入ってたんだけど、そこはカットされてたんだけど、だいぶ。で、そこ全然落ちてたんだけど。校長室で挨拶終わって、帰ろうとしたときに、もうみんなあの学校、中学校は掃除の時間だ。昼休みから掃除の時間で、もうみんなわざわざしてるわけ。そんな中、僕が帰ろうとしたら、一人の男の子が、もう泣きながら、もう僕のところに来て、メカルさん、本当にありがとうございますって言われたことない。ありがとうございますって言って、って、もう号泣してるわけ。でっかい肩を貸してあげてさ、どうしたのって。で、もう、はぁ、って言って、もう、おえつもしながらさ、で、どうしたのって言ったら、なんか、部活動でも、なんか、副キャプテンかなんかだし、委員会活動でもなんかだし、なんか生徒会活動でもなんかだし、みたいな感じで、いろんな立場があって、でもうまくいってなかったらしいんですよ、部活でも。活動があるから部活にはあんまり行けないけれども、部活では、なんかキャプテンとか副キャプテンみたいな感じだし、委員会もやんなきゃいけないし、みたいな、ぐちゃぐちゃってなってて、もう本人が、もう、テンパってたらしくて、もう本人の中で。それで、もうメカルさんの話聞いて、だいぶ楽になりましたって言って、もう、15歳の男を泣かしたこと。いいシャツ着てきても、え？泣かすぞ。泣かすぞ。泣かすぞ T シャツ着てから公演やろうかな。コピーライト、なんだっけ、先生だっけ、ミサトハンドボールクラブっつって。そうだね。あとは、破局させたこともあるから、高校生カップ。迷惑やん。え？迷惑じゃん。今日 の、 ツイートにもあったじゃんね。センスは磨けなければいけないみたいな。で、僕いつもダイヤモンドの話をして、子供たちに話をするんだけど、で、世界一硬い鉱物だから、ダイヤモンドでしか磨けないっつってんの。で、ルビーやサファイアじゃ磨けないんだっつって。いや、もしあなたがダイヤモンドの原石だとした場合、誰が磨いてくれるんですか？いるパートナーは自分磨いてくれますか？自分高めてくれますか？自分を光り輝かせてくれるんですか？ない、彼氏や彼女だったら別れちゃった方がいいですよ。だって自分磨けないんだもん。自分高めてくれないんだもん。お互いがお互い高められないもん。そんなんだったらね、別れた方がいいですよ。とっとと別れちゃった方がいいですよって言って、2組破局したっつって、あとあと顧問の先生から連絡そう、でもメカルさんの話を聞いて、ことを輝かせてくれるのだろうか、そもそも私は彼のことを光り輝かせてくれるのだろうか、考えた結果って別れましたそうかもうね、いや本人たちにとっては笑い話じゃないかもしれないよ。でも、彼と付き合うよりは、結局、なんていうの、自分の判断基準がないじゃん。うん。いい人っているんだけど、その楽しいの次元が違うじゃん、ね。一緒にいて自分を高めてくれる、高まっていく自分が楽しい人。一緒にいてダラダラ喋ってるのが楽しいなのか、だけのあの時間が楽しいのか分からんけど、開けていかないとダメじゃない結局、うん。で、いつも言うんだけど、ふさわしい人だから、結局は。自分にとって。ふさわしい人。だから、自分が、変数化じゃんしてから、嫌な限りでから、ボサボサ頭で、デジ、貧相な格好をしてるのに白馬に乗った王子様に憧れるってのはやっぱ違うわけでしょ。自分にふさわしい人を求めない限りはそんなの絶対目の前に現れてこないわけで、そんな高望みしててもダメじゃんね、自分に。だって自分を高めて自分はこの位置だからっていうのはあるんだけど、自分はこんな底辺の位置にいるのにこんな人を求めてもそんなの出てくるわけないじゃん、うん、っていう
結局、その人、そのレベルを求めるんだったら、自分で求めない、自分がここまで高まらないことには、その人と同じステージが上がれない。だから、自分を高めないことには、他の人に求めるこの高さっていうのは上がってこない。だから、神社とか行って、今年も素敵な人と出会えますようにっていうのは、そうじゃなくて、私にふさわしい人と出会えますようにってお願いをする。目の前に出てくる人が変な人だと自分が感じたら、自分もまだまだ変な人だから、ふさわしくない。ふさわしい。自分にふさわしい人だから、その人。で、自分をもっと高めていけば、自分にふさわしい素敵な人が出会えるわけだから。そういうときはいつも、素敵な、高望みするんじゃなくて、自分にふさわしい人と出会えますようにって言っとけば、自分のプレッシャーにもなるしね、自分を高めるっていう方向性にもなるし、ね、あ、なんか話長くなりましたね。終わりましょうか。もうということでね、2時間ぐらい続いたんですけれども、今日は終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。今日もよろしくお願いします。オフトーク参加ご希望の方は DM ください。でね、今日は終わりたいと思います。じゃあ、松木さん何か言いたいことありますか？いや、カビリさん、おめでとうございます。以上。カビリさん知らないでしょ。知らない。知らない。知らない。これ、後ろの横断幕、インパルの、くれて、世界選手権にも持ってきてくれたんですよ。してもらってね。筑波から応援してます、学園クラブ、鎌田さんとかね。ああ。ハンガリー。ね、で、JOC にも持ってってくれたからね、東京選抜、南西中、浦添中、こう寄せてきてくれたんですよ。本当にありがとうございます。あがりやさんもどうかあるしね。書いてない？俺も。書いてないと思うよ。どうか。書いた？いや、書いてない。うん。書いてないでしょ。そうだと思うんです。ということでね、まあ、今日の配信においてね、また質問等々があればお寄せください。ということで、今日は終わりたいと思います。ごきげんよう。明日からも良い1週間を。はーい。